どうも、りょぽんたんでーす。今回は初めてパソコンゲームの公衆電話っていうのをやっていこうと思いまーす。では、早速行きましょう。プロローグでいいのかな？プロローグ。あ、ここは。公衆電話ボックスの中。俺はなぜこんなとこにいるのだろう。確か飲み会で結構な量の酒を飲んで、その後の記憶がないな。まあ、とにかくさっさと出よう。うん。あれ？ちょっと。おい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 、開かないぞ。押したら、ダメ。引いても、ダメ。蹴っても、ダメ。びくともしない。閉じ込め、おお、ごめんなさい、ちょっとアラーム鳴っちゃいました。閉じ込められてるという事実にゾッとした。周囲を見渡すが暗くてよく見えない。ここはどこだろう。不気味な雰囲気だ。人の気配もない。どこかの山奥だろうか。ポケットのスマホは？ない。おいおい、ちょっと待ってくれよ。なんでないんだ。他に何か持っているものは？10円玉が3枚だけだ。誰か助けてくれそうな人は？え？これでこっからお電話をかけて、誰かに助けを求めるってことだ。これもうかけていいってことだよね。でもさ、3回しかかけられないってことですよね、これ。10円玉が3枚ってことは。これ今パッと思いつく番号が、もう普通におまわりさんしか、これでかけていいのかな？かかってるかかってる。これでかかんの？はい、こちら、町川警察署です。どうしました？男性警官のようだ。すみません。公衆電話ボックスが開かず、中に閉じ込められてしまったので、助けてほしいんです。わかりました。まずはちょっと落ち着きましょう。まず、あなたの名前と年齢をいいですか？佐藤直樹です。年は30になります。あ、佐藤直樹さんって言うんだ、主人公の方。わかりました。佐藤さん、今あなたはどこの公衆電話にいるかわかりますか？わかりません。周りが暗くてよくわからないのです。ただ、駅前とか街中ではなさそうで。ボックスの中に何かヒントになりそうなものはありませんか？住所の書かれたシールとかないでしょうか？少々お待ちを。もしもし、ダメです。特にば、え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 ？あ、そっか、10円分だから切れちゃったってこと？もしもし？いつの間にか時間がオーバーしていたようだ。電話が切れてしまっている。もう一度かけてみるしかないか。ああ、貴重な10円が。あ、ちゃんと2枚になってるね、残り。これでじゃあもう一回かけるしかないよね。これ同じことなかんのかな？ はい。ああ、つながったね。こちら、町川警察署です。お、佐藤さんですね。何か手がかりはありましたか？いえ、ダメです。特にありませんでした。ふむ、わかりました。佐藤さんの場所が逆探知できるかもしれませんので、このまま通話を続けましょう。小銭やテレホンカードはまだありますか？小銭は少なくテレホンカードはありません。何か持っていないかは探したのですが、他にはもう何も。今こうやって通話している公衆電話ですが、本体は何色でしょうか？機種によっては無料でかけられます。緑色ですね。ただ赤い緊急ボタンが壊れているようで動作しないで、最悪じゃん。それは強めに押してみたりしてもダメです？ダメですね。後でまた試してみます。いつの間にか時間がお、あー、またオーバーしちゃったんだ。電話が切れてしまっている。もう10円しかないけど、これやばくない？ここでなんとか場所を突き止めてもらわないとどうしようもないよね、もうね。はい、こちら町川警察署です。佐藤さんですね。すみませんが、まだ探知が完了していません。必ず見つけます。諦めずにいてください。そのままこちらを励ますように会話が続いたが、ほどなくして、電話が切れてしまった。もう何もできないじゃん。10円玉がなくなってしまった。その後、何時間、
何日が経っただろうか。逆探知しているはずの警察を待ったが、一向に来なかった。警察でも拉致が開かないのではどうしようもない。このままくたばるのなら最後に家族の声が聞きたかったな。実家の、ああなるほどね。え、これメモしといた方がいいってことだよね。560222。え、なんだか息苦しいな。誰にも話しかけられないこの状況がたまらなく不安だ。気分が悪い。意識も遠くなってきたような。終わり？え、なにこれ、どうなんの？あ、最初に戻るんだ。あ、で、あの番号に、次はかけるってこと？あ、ここは、あ、さっきと同じ流れだね、じゃあね。はいはいはい。あ、で、今度はその番号にかけるってことですよね。じゃあさっき手に入れた番号に、ちょっとかけてみましょうか。え、あれが家族の番号ってこと？560222。これにかけると、家族につながるってことかな。え、でも警察でもどうしようもないのに、家族で特定とかできんの場所。あ、来た来た来た。はい、もしもし、佐藤です。お、母さん、俺だよ。直樹だよ。元気にしてる？直樹？ああ、直樹かい。今何やってるの？母は5年ほど前から高齢によって認知症を患っていた。あーららららら。父が亡くなった時、そのショックで認知症が進行したと医者には言わ、あ、じゃあもうお父さんもいないんだ。本来なら介護も必要だ。だが俺は自分の人生を優先した。介護よりも仕事を優先し、一人暮らしを始めていた。逃げるように家を出たので、今になって電話をかけるのはとても心苦しい。うん、未だまだゲームを作る仕事を続けているよ。ただ今はそれどころじゃなくって、姉さんは家にいる？ゆうこ、いるよ。さっき一緒に夕飯を食べてね。ゆうこの作るお味噌汁が結構美味しくてね。今度あんたも食べに帰ってきなさいな。ちょっと本当に大変なんだ。姉さんと早く電話代わって。少し荒げた声を出してしまった。ちょっと待ってて。母が悲しげに姉を呼びに行っている光景が目に浮かぶ。しばらく待ってる間に時間がオーバーしてしまったような、ああ、貴重な10円がまた。電話が切れてしまっている。もう一度かけてみるしかないか。あ、これでもう一回かけるんだ。じゃあもう一回2回目いきます。もう貴重なね、10円をもう使ってしまった。はい、佐藤です。直樹だよね。あ、そうだよ、久しぶり。姉が出てきて、あ、お姉さん出てくれたんだ。スムーズに会話ができそうで少しほっとした。信じられないかもしれないけど、今公衆電話で閉じ込められているんだ。何それ、超遅くさいね。全く姉に信用されていない。普通に考えても無理もない。まずこの非日常な状況が信じられないだろう。説明がしばらく続いた。まあ事情は分かったわ。一応警察にも連絡しようとは思うけど、あんたの場所も分からないし、どうにもできない気がする。ちょっと友人とかでも聞いてみたい。確か電話台の横あたりだったっけ？小学校から高校生くらいまでの連絡網リストが残ってなかった？小学校から高校くらいまでの連絡網リストが、あ、同じ組んでるわ。あ、あるある。うちのものは物持ちがいい。さて、こういう時に電話をかけるのがいいだろう。時間もないので焦る。すぐパッと思いついたのは、小学校の連絡網に田中洋平ってやつがいると思うんだけど、田中洋平だよね。あ、これでまた番号をメモする感じね。398600。はい。ちょうど時間がオーバーしていたようだ。電話が切れた。これで何？今度はこっちにかけるってこと？ 398600。 なんだっけ、傭兵さんだっけ。え、これでも残り10円じゃまた無理だよね。もしもし、田中？俺、佐藤だけど、佐藤直樹。出ない。
正確に言うと、電話を通じているが、向こうの反応がない。電話の向こうに田中がいる気はする。今ちょっと閉じ込められていて困っているんだ。頼む。ちょっと助けてくれないか？電話は無情にも切られて、え？なんで？え？終わりだよね、じゃあね、もうね。10円玉がなくなってしまった。その後、何時間、何日が経っただろうか。さすがに手がかりが少なすぎて、姉にもどうしようもないだろう。まだ10円玉が残っているならば、田中の電話にかけられたのに。ああ、さっきの番号ね。もしくは姉に3回して番号を聞かせばよかったな。いや、どのみちお金がなければ意味がないか。なんだか息苦し、あ、これなんか同じ展開だ。あ、これで次からは、なんだっけ、田中さんだっけ？に3回かけて、どうにかしてもらうってことかな。こうやって繰り返してどんどんあれだ。なんかいろいろやっていくんだね。じゃあ1回目はここで終了しようかな。もしよろしければチャンネル登録とかぜひよろしくお願いします。ご視聴いただいた方ありがとうございました。